はい、ええー、どうも、全国1億6353人の麻生太郎ファンの皆様、今回も麻生氏、謝罪をしてますけども、謝罪するなら金を出せって話ですよね。まあ、こういうふうに言ってますよ。商売知らないから、と、持論を展開ということで、結局、お前の監督が悪いからだろう、っていうふうに、麻生財務大臣は、すべて私の責任ですとは言わないわけですよね。うん。こいつら商売知らないんだからさ、しょうがないよね。 どうしようもないよねって。俺は分かってるんだけど。みたいな感じですよね。ね。こういう風に言ってます。麻生財務大臣は16日の閣議後記者会見で、飲食店への酒類提供を提唱をめぐる政府方針の撤回が相次いだことについて、私の方からも改めてお詫び申し上げると謝罪した。まあ謝る態度ではないですよね。謝るなら金を出せと。一連の混乱は、商売を知らないから、それが全てだと思うと持論を語った。ね。 お前が知らねえだろうみたいな感じですけどね。麻生氏は種類を販売する事業者にとって、他から酒を買うと言われたら終わりだと述べ、政府の取引停止要請は実効性が乏しいとの認識を示した。自身は直接決定にかからなかった上、下をした上で汚い。担当者が現場の実態を知らなかったことが今回の関連を招いたと。だからこの現場の実態を、 ちゃんと知ってるかどうかを判断して任命するのが大臣の役割でしょうか。そして上がってきた案件をこうやってね、勝手にやっとけみたいな無責任な態度を取るんじゃなくて、いやいや、これはね、飲めないよと。ね。あらゆる銀行が今ね、事業者に対してお金をどん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 、あのー、貸してる中で、こんな妙なあ制限をかけたら何のことかわかんなくなっちゃうぞ。しかも金融機関っていうのはね、お金を貸すのが商売なんだよと。お金を貸すことをやめさせたらどうなるんだ みたいなことね。言らないのかと。もっと言えばですね。まあ、そんな酒がないとかケチなこと言わずに、よし、こうなったら、酒類提供を停止。うん、それと同時に、お酒にかかる業者の方にはみんなね、もう財政出動で金をばらまいてしまえ。みたいなこと言えないですかね。うん、で、挙句の果てにはね、なんですかね、国税局の職員が、深夜の飲み会でクラスターを起こしてるみたいなね。このバカなことになってるわけですよ。これは、麻生財務大臣、そして麻生副総理の、 責任任免れないいいと思いますんで即刻辞任ししてて議員バッジも外してください日本がこれから真っ当な道を歩もうと思えば、まずその一丁目一番地は、麻生太郎財務大臣もしくは副総理がいなくなって、単なる近所のおじいちゃん、麻生太郎おじいちゃんになることだと思います。麻生太郎さんは権力さえ持たなければとっても楽しい人だと思いますよ。うん。だからね、国民のためを思うなら、 この日本という国のためを思うなら、一日も早くやめていただきたいと思いますし、退職金代わりに大盤振る舞いしてくださいよ。ね。別に麻生さんの懐から出せってわけじゃないです。ちょちょんとね、国際発行のノートに書くだけですから。ね、国民一律給付、100万円、どうぞ、みたいな感じでね。そしたら、皆さん、お酒、我慢するのもそんなに痛くないんじゃないですか。まあ、その上でね、ルールを破ってお酒を飲む人がいても、それはしょうがないですよ。だって、まずは、 国税局の職員が飲んでたわけでしょうん。だからもういいんじゃないですか一部の人が飲んじゃうのは。国税局の職員もほとんどの人はルールを守っていたわけですよ。一部守らない人がいる。それは国民としても同じですよ。一部の人は守らない。それを共有しながら、いろんな政策を行っていくってことだと思いますけどね。それでは、麻生太郎ファンの皆さん、一緒に安らかに、<laughs> 安らかにしたらね、お腹りになるみたいですけども、もうね、夜も更けてきましたんで、ゆっくりと休みましょう。怒りを収めて。 それでは失礼します。